っちゃったんだろう。嫌われちゃったらどうしよう。前回のあらすじ。今日もバイトで怒られちゃったよ。やめたいな。でもお金ないよ。誰かに褒められたい人生。白色のうさぎ、キラパラちゃんは仕事で怒られて落ち込んでいました。雨降ってくるし、傘持ってないし、もう最悪。そんな時、ピンクのうさぎ、ゆずぼろが現れました。どうぞぼろ。え、いいんですか？ゆずぼろは雨に濡れても風邪ひかない系うさぎだから大丈夫ぼろ。じゃあ。と言って、傘を貸してくれたのです。次の日、キラポロちゃんはゆずぼろの家に来ました。傘を貸してくれたお礼に、牛すじカレーを振る舞ったところ、大絶賛。天才ぽろ、ほっぺた落ちまくりぽろ、こんなに美味しいご飯食べたことないぽろ、毎日食べたいぽろ。と、めっちゃ褒められました。褒められて嬉しくなったキラポロちゃんは、毎日食べたいだなんて嬉しい。こんなに褒めてもらったの初めて。一緒に暮らすー。と、勢いで言ってしまいました。私はおバカのウサギさん。白色のウサギさん。誰かな？ピンクのウサギさん、どうしたんですか？一緒に暮らすって言ってたから迎えに来たポロ。いきなり一緒に暮らすって言われて迷惑じゃなかったですか？全然。毎日おいしいご飯作ってもらえるなんて最高ポロ。こんな私を必要としてくれるなんて嬉しいです。じゃあお引っ越しするポロ。このトラックで荷物は運ぶポロ。わあ、トラックまで用意してくださったんですか？コンビニの駐車場で寝てる運送業者のおっさんがいたから、ちょっとトラック貸してって言ったら貸してくれたポロ。すごいコミュ力。わしは荷物運ぶポロやから任しとき。よろしくお願いします。荷造り重たい。よいしょ。ドリャー。よ、力持ち。この道20年のベテランやからな。さすがポロポロ。じゃあこれも運んでポロ。任しとき。3時間後。終わったポロ。全部お兄さんにやってもらっちゃった。じゃあゆずポロの家までよろしくポロ。任しとき。ゆずポロの家到着ポロ。ほな、ありがとうポロ。ありがとうございました。お兄さん、ただ働きごめんなさい。白色のうさぎさん、今日からよろしくポロ。毎日美味しいご飯作ってもらえてラッキーポロ。ピンクのうさぎさん、未熟者ですがよろしくお願いします。そういえば名前聞いてなかったポロ。私はキラポロちゃんです。ゆずポロポロ。どっちも名前にポロがつくポロね。ポロ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 。お気楽うさぎのゆずポロと気にしすぎうさぎのキラポロちゃん、2羽が同時に暮らすとどうなってしまうのでしょうか。次回はワクワクシェア生活、家事分担どうする、お金は誰が払うです。それではまた見てくださいね。じゃんけんポン。